thank <laughs> you 本日は、えっと、あの、駒場祭で、あの、お天気もいい中、あの、この、えっと、レクチャーを選んで来ていただきまして、えっと、ありがとうございます。えっと、私は、えっと、今回、えっと、この、講座を担当いたします。えっと、京都工芸繊維大学の井戸美里と申します。よろしくお願いいたします。 えっと実はこのあのえっと公開講座なんですけれどもえ今回えっと駒場博物館の方でえっと展覧会をやっておりますえっと歴史画の展示に関してえっと報告をさせていただくものなんですけれどももうすでにあのご覧になっていただいた方ってどのぐらいいらっしゃいますでしょうかあありがとうございますえっともしあのまだあの見ていらっしゃらないあの方がいらっしゃいましたらえっと えー、正門入ってすぐ右側、あのちょっと今、いろいろお店が出ていて見えにくいんですけれども、えー、正門入って右,右奥の方にえっ、ー、に駒場博物館というふうに言っていただけましたら、えー、と分かると思いますので、えー、とそちらで今回お見せいたしますあの作品はすべて、えー、とちょっと引っ込んでいるものもあるんですけれども、えー、出ておりますので、えー、とそれに関する、えー、と講座だというふうにご理解いただけますと幸いでございます、えー、よろししくお願いいたします。 えっと、あの東京大学の,あの公開講座なんですけれども私が今こちらにあのおりますのは、えー、実は、えー、と私がこち,こちらの大学で、えー、仕事をしておりました3年ぐらい前だと思うんですけれどもその頃に一度、えー、とこの作品を、えー、と調査する機会をいただきましてでその時に。えー 日本画があるということで、えっと拝見させていただいたんですけれども、えー、すごくその歴史に関するものが多いということが特徴でありました。であのいろいろえっとこの、えー、どんな研究があるのかということを調べていきますと、あの、えっと、も,ともとこちらのあの先生でいらっしゃいましたあの小堀先生、えー、とかあと小浜博物館で勤務をされておられました石渡さんという方々があの これに関しての基礎的なえっ、ー、と研究をされているという状況がわ、えー、かりました。でその上で、えー、まああの私の方で何かえっ、ー、とこの作品たちに、えー、加えられるもとがものがないかと思ってえっ、ー、と考察を進めて、えー、参っているところでございます。であのレジュメをちょっと全部あのご説明しますとちょっとあの時間がかかってまいりますのでえっ、ー、と先にちょっとえっ、ー、と作品を、えー ご覧になっていただきながら、えっと進めてえっと参りたいと思います。えっとまずえっとこちらの作品なんですけれども、えっと小堀友人というえっとまあ画家によってえっと描かれました。えー、左側が、えー、坂の上の田村麻呂で右側が、えー、菅原道真道駿えっと観光図というふうになっておりますけれども、まあこういったまあ歴史画と言ってもまあ歴史の人物ですね、えー、そういった、えー、題材が ほとんどであるで、まあ、こういったものがある一方で、まあ、このように、えー、と大阪夏の陣、えー、後の駅です、ねえー、を描いた、まあ、その戦に関するものですとか、えーとまあ、あのかなりこういう、えー、と戦のシーンが多いことは言えるんですけれども、えー、とこちらのものも今出ておりますのでぜひご覧になっていただけたらと思いますけれどもあの見えにくいとかございますでしょうかもうちょっと暗い方が見やすい です大丈夫でしょうか。えっ、ー、とこちらの方もえっ、ー、と鬼奴合戦ですね。えー、ここ、えー、に関する、えー、まあ歴史的な戦を、えー、主題として、えー、描いて、えー、おります。でえっ、ー、とまあこちらですけど川端玉将という画家によって、えー、描かれたもので八幡太郎ですね。源義家 について描いたものなんですけれども、まあこういったものです。で、画面でご覧になっていると、まあこれがどのぐらいの大きさなのかということなかなかあのこう、えー、分かっていただけないんですけれども、まあ実は2メートルぐらい、あの2メートル以上あるようなえっ、ー、と大きな掛け軸ですね。であの掛け軸っていうとやっぱりその床の間とかにえっと飾るような、まあ一般的には小型のものが多いわけですけれども、まずこれほどの大きな掛け軸を えこう描こうと思ったところにはどういう,こう理由があるのかなというふうに、えー、とまずあのすごく疑問に思いました。で、まあ、普通通常2メートルを超えるものですと、えー、もちろん展覧会とかそういう場所で展示するには、えー、ふさわしい大きさかもしれませんけれども、えー、普通の個人宅とかそういうことは、まあえー、ないあの大きさでありますし、まあ、その日本の住居のことを考えますと明治以前にこのような大きな掛け軸というのは例えば仏教の仏教 絵画とかまあそういったものはあのえっとまあ特例としてえっとその仏教のお寺さんとかにこう掛け軸で大きいものを作ってそこの前でこう儀礼をしたりとかっていうことはありますけれども特にこういう世俗的なえっと画題とかそういったものに関してこのような大きさのものがない、えっということが非常にあの不思議に思われましたでこちらもすごく大きな軸で3メートル弱ぐらいあるんですけれども、えっと 後醍醐天皇の第一皇子というふうに言われている森吉親王をえっと描いたものになります。で、えっと、こちらのシーンも後で少しあの説明をさせていただきますけどやはりえっと 南北朝時代に天皇方を支えたというふうに、えっと、再解釈をされて、えっと、明治時代以降に非常に難聴がえっともてはやされる時代になっていくときに、まあ、こういった画題が好まれていく風潮があるわけですけれどもその中でこの森吉親王、えっと、後醍醐天皇方の巫女がこのように描かれるということになっています。でえっと、もう一つ、えっと、これは西行ですね。 こちらも非常に大きなこれは横長の画面になっている軸でございますけれどもこちらの作業も日本画といいましてもやはりそれまで江戸時代ぐらいまでにあったような浮世絵であるとか絵巻物であるとか まあ、えっと、中国的な、影響を受けましたような。えー、まあ、唐会とか、宦官といったようなものに比較しますと、まあ、非常にこう、お、奥行き感とか。まあ、そういうものが非常に感じられる、えっと、作品で、えっと、ございます。で、空気遠近法であったりとか、日本ではあまりこう、遠近法がない、えー というふうに言われるわけですけれども、こう明治以降になりまして、まあこういったその日本画を描く中にもまあ西洋的なものがえっと入ってくるような時代であったというふうに考えられております。またこちらについてもえっとまた戻ってきたいと思います。でこちらはえっと毛黒修来ですね、原稿について描いた下村観山のえっと作品になります。やはりあの歴史的な 何か重要な一場面を描くということが一応目的になっていたということは今までの流れからもご理解をいただけるのではないかなと思いますけれども日本史の中で非常に重要であった戦であったりだとか人物というものを出しているということになります。でこちらもももう一つ大阪夏の人図ですけれども えとこれは天草信来という、えー、と熊本出身の画家によって描かれたものですけれども、えー、なかなかこの画家についてもあのどういう画家なのかっていうのがわからないんですけれども実はいろいろ調べてみますと朝鮮半島にえっと渡って活動をしていたような画家だということがえっと分かってまいりまして、えっと、朝鮮側の資料ですねあの朝鮮あの名前はあの今、えっと、朝鮮時代とか、えっと、そういった意味での,その朝鮮美術といったような形での朝鮮という言葉を使わせていただ いただきますけれども、えっ、ー、と、えー、朝鮮美術の中ではえっ、ー、とある程度研究史がございまして残、えー、あの。えー そうですね。1902年ぐらいですかね、えー、にえー、韓国に、えー、朝鮮に滞在していたことが、えー、分かっておりまして、えっ、ー、とそこでえっ、ー、とまあ結構10年弱だと思うんですけれども、えっ、ー、と個人の画質を開いていたことなども知られておりまして、まあいろいろな活動をこの時代あの画家がしていたということが分かってきております。で実際にまあこういったいろいろなあの絵があるわけですけれども、どういう経緯でえっ、ー、と こちらの所蔵になったたたかとといいいいうお話をさせせていただきたいと思まますすみませんちょっとレジュメの方をこれでちょっとご覧になっていただきたいんですけれどもまずレジュメの1のところに現在駒場博物館に所蔵される作品というところで今ご説明しましたのは点で示しております大画面学装というところと大画面の軸装というところを中心にお話をさせていただきました。 でえっと、まあこちらはあの後でご覧になっていただければと思うんですけれども、えっと、これ以外にこ,ちらこれからお見せしますえっと絵巻物のものであったりだとかあとまあ通常の軸ですね掛け軸と同じぐらいの大きさのものもえっと20点ほどえっとありまして、えっと、今回の展覧会ではすべてえっと出しておりまして、えっと、一応、 えと今半分は引っ込んではいる状態ですけれども、えー、と修復を石橋財団のえっと援助をいただきまして、えー、と修復を終えましたので、えー、それらをすべてえっと展示させていただいている状況であります。 でこの計三十三点の明治時代を代表する画家の手になる歴史画が、実はこの第一高等中学校一校ですね。一校によって購入されたという事実が知られております。でこの受け入れの時期なんですけれども、明治の二十五年から二十六年がほとんどであること。まあ、これはあの東大側のその。 まあ一高からえっと東大の方に受け継がれて今駒場博物館の方にありますその原簿などを確認しますとえまあ3月の締めの時にえっとこういったものを購入したことがえ分かっております。でそしてそ,れその後にえっとにパラパラと27年にえっとこの横山大観のえっとまあこれ模写なんですけれども絵師像紙。 えー、と呼ばれる作品を模写したものであったりとか、えっと28年にはまた別経路で、まあ、家康の図というものが入っておりましたり、えっとここに出ております作品は明治33年ちょっと遅れて購入されたことも分かっております。ですのでちょっとはその遅れて購入されたものに関しては少し経路が違うものと考えられるんですけれども、えっとそれ以外のものに関しましてはえっとある程度こう どのように入ってきたかということが分かっておりましてで、えー、と実は、えー、とこのことについてちょっとお話をして,していきたいと思うんですけれども実は、えー、この当時の、えー、と一校の校長,あ校長であった、えー、と木下弘治という方がいます。えー、とレジュメのの枚目の、えーと えっと、裏の、ところになるわけですけれども。えっと、ちょっとすいません、あの、順番を、えっと、前後して申し訳ないんですけれども。えっと、三番ですね。一枚目のレジュメの、えっと、えっと、裏ですので、えっと、ページ、二ページ目の。えっと、三のところに。 東京大学の前身、第一高等学校の教育思想というところにのなんですけれども、そのカッコ二としましたところに、えっと校長の木下博次というえっと人物がいたということをえっと記しております。で、実はそのこの校長がこれらの作品をえっと依頼したということがえっと確認されております。で、実際にはそのえっとこれらの 作品がどのような経緯で購入されたのかということも実は先ほど申し上げました先行研究の小堀先生の先行研究ですとかこれもあの全部レジュメに載せてありますので後ほどご覧いただきたいんですけれどもあと石渡さんそのお二人によってこのことまではちゃんと考察されておりまして実はそのこの時期ですね えーまあ、ちょっとあの美術の話にお話をしていきますけれども、えー、とご存知かもしれませんが美術という言葉自体が、えー、とまあ日本では非常にこう新しい言葉だったわけですね。でその美術という言葉を、えー、まあ西洋から輸入したときに、まあ、日本ではえまあどのようなものを美術と呼んでいいのかということが非常に議論になったはずです。で例えば、えー、と私は専門が実は室町時代のものをやっておりますねちょっとあの明治のあ,のあれではないんですけれども。 例えばその室町時代ぐらいの絵巻物とか屏風絵であるとか襖絵というものは非常に今リンパとかもいろいろありますけれども、まあ、あのこう西洋の概念でいくと美術というふうに呼ぶにはちょっとこう当てはまらないんじゃないかというような議論もあったりしましてやはりその屏風とか襖というのはまあ ちょうどですねあの空間を仕切る、まあ、家具であってちょうどであったということもありますので、まあ、そういったものが、えーとまあ、美術というふうに呼べるのかということもあったりして、まあ、そういう中でこの学装にすれば美術と見なされるのではないかというような議論もあったりとか、まあ、非常にまあこの時代、えー、と明治の西洋のまあ絵画が入ってきた日本の画家たちというのは考えあぐねていた時代であります。 であの結論を先に申し上げますと、えー、まあこれらの画家たちですねその美術とかひいてはその歴史画という言葉も実はその西洋で例えばナポレオンの遠征を描いた絵であるとか、まあ、そういうものは非常にこうあの歴史的な主題というのは西洋の美術の中では一番こうランクとしてヒエラルキーが高い。 とみなされているものねなんですけれども、なのですごくその大きなあの非常に巨大な画面にその西洋のその。 歴史を書くということは習慣としてあったわけでございますけれども、えー、と日本美術の中ではそういったものが、えーとまあ、絵巻物とかですね、まあ、小さいものでこう戦を描いた平時合戦絵巻であるとか、まあ、そういうものはございましても、えー、まあ大きくそんなすべての人たちがこう見られるような空間にこう描いていくというようなことは、えー、となく、えー、かなりの、えーとまあ、チャレンジが必要だったというふうに考えられます。 であの私がすごくあの面白いなと思ったのは、まあ、この日本人がその美術とか、えっと、西洋では一般的であるその歴史画というものを、まあ、日本の中にこう、えっと、定着させようというふうに試みましたときにあの出した結果が今その第一高等学校にある歴史画のコレクションだというふうに私は思っております。 でそこにはあの明治の,この20年代を生きた画家たちが、まあ、その西洋の文化が入ってきて、まあ、どのようにその西洋の美術や絵画という概念を咀嚼してその日本の歴史というものをその素状に載せて、えー、提出していくのかということに非常に苦労したという跡が見えますのであのぜひあの皆様にもあの直接あのご覧になっていただきたいと思うわけですけれどもえ、まあ、実はそういうあの時代背景があったわけですけれども。 その時にえっ、ー、と一高の中でもやはりその西洋化ということに対してまあ非常にこう問題が起こった時期がございましたでこれがこの問題をにある種の解決策を、えー、持ち出そうとしたのがこの校長の木下博次であったわけですでこの校長木下博次はえっ、ー、とまあ一高生を集めて。 演説をするわけですけれども、えー、レジュメの、えー、っとこれも後でちょっとご覧になっていただければと思いますけれども資料1というところに、まあ、校長の演説というものを載せております。 でえっと、木下弘治は、えっと、やはりこの西洋からいろいろなもちろんその文化美術あの政治的なことであったり経済システムであったりいろいろなものがこの時代に入ってきましてで一度はやはりその西洋風のものがすごくこうもてはやされた時代はあるわけですけれどもそれによって風紀が乱れてしまって一高生がこのもう本当にこう。えっと どううししようもなくなくっってきてしまってきまいる。日本的なこう礼節であるとかそういうものがえと乱れてきてしまっているこれではいけないということで、えー、まあ武士道の精神に基づいて、えー、ともう一度そのまあ再教育をする必要があるだろうというふうにえと言っているわけですね。 でまあその演説の中に言われているようにも明らかなようにやはりその日本独自のその文化的なものを、えっと、もう一度えっと再構築しようという気持ちが、まあ、その木下校長にもあるわけですけれども実はこの気持ちが起こってくるのは、えっと、この校長だけの話ではなくって、えー、この時代のえっと政治 的な動きであるとか、文化の動きを、えっと、見ていただくと,、えっと非常に明らかになるわけですけれども実はこれ、えっと、この絵画が購入された明治2 5 6年なんですけれどもおそらく発注されたのは明治23年ぐらいかと思われます。でえっと、それについては、えっと、レジュメの方の方、えー 2番のところに当時の美術界政治界をめぐる状況というふうに書きましたけれども実はちょうどこの明治 20, 20年に東京美術学校ですね芸大です。 芸大美術のシステムも非常に整ってくる頃でありまして芸大がここに設置されることになりますあ実際にオープンするのが22年ですので23年ぐらいのでありますと非常にもう美術教育も盛んに行われている頃になるわけですけれども明治21年にはこういった宮内庁の中でどう美術作品とかをどのように保存していくのかといったようなええ が設置されましたり、えー、と明治22年になりますと実は「国家」という雑誌で今美術関係の雑誌でも一番権威があると言われているものですね岡倉天心によってえっと構想されたされたものですけれども、えー、国家が創刊されるのもこの時期でして、えー、明治23年にはえ岡倉天心の日本美術史という講義がえっと初めてされる時期 で例えば第3回の政治的なところとかでも見ていきますと内国環境博覧会であるとかそういったものができてくる。 対外的なところは例えば明治26年ぐらいになると何をしているかというと東京美術学校実は一校もそうなんですけれども作った作品をシカゴ万博ですねアメリカに出品したりもしています。ですので日本で日本的な教育をしたその美術の成果を海外にもアピールするようなチャンスというのがここできているような状況であった。 で一方で教育直後ですね、この時代、政治的なところとかを見ていきますと、明治22年には大日本帝国憲法が発布された時期でありまして、明治23年には施行がされます、で教育直後で、であと小学校とか、そういった小学校令、ね、教育制度も整っていく時期がまさにこの時期であったわけであります。 そこで説かれたことというのが国全体を挙げてなんですけれども歴史であったりだとか倫理教育の重要性絵画もそのような役割を担っていかなければいけないのだというふうな考え方なんですね。でその時に木下浩司は校長を務めていたわけですのでちょうど実はすいませんちょっと遅れましたけれどもこの作品群 ほとんどが、えー、と新しくできた東京美術学校ですね今の芸大の卒業,卒業生じゃないですね今在学生であったりとかそこの教授陣、えー、たちによって、えー、と描かれているものが、えー、とほとんどに、えー、となります。 でえっと、そうでないものも数点は含まれるわけですけれども、まあ、その仲間内の間で、まあ、おそらくは校長の、えっと、木下博司が岡倉天心を通してかどうかは定かではないんですけれども、まあえっと、もともとあの確実に接点は、えっと、ありますので、まあ、そういったところから、えっと、東京美術学校に頼んで、まあ、これらの、えっと、作品を作らせたということが、えっと、想定されております。 では実際には東京美術学校に制作を依頼した作品群なんですけれどもどのように使われたのかということなんですけれども実はここで校長木下がこの2ページ目の「 最後のところなんですけれども2の校長木下博司の思想というところに校長が倫理教室および歴史教育の重要性を説いたというふうに記しておりますで。これについては資料の2、3というふうに5ページ目ですね5ページを見ていただきますと資料2というところに倫理行動設置に関する校長所見の総稿というのがございます。 でえー、と倫理行動というものを作ろうという構想に至ったわけですね。で、えー、とここに、えー、とすごくきちっと書いてあるわけで線のあるところをちょっと読ませていただきますけれども、えー、と日本歴史の、えー、科目ですね科に重きを置きその教室に関しても適当の注意を要し倫理教育と,、えー、と並立せしめ,せせしめ,こせしめ これをもって登校、教育の主眼たらしめんことを要すというふうに言っているわけです。 でえー、とつまりその日本の歴史というものが、まあ、私たちにとっては自明のようなんですけどちょっと調べてみますと,、えー、と日本史の教育というのが、えー、とやっぱりちょっと一時中断していたようで、えー、この明治のこの20年の頃というのは、えー、と歴史の教育というのは一高では、えー、とまあ西洋の歴史がほとんど、えー、とメインで行われていて、えー、とその歴史の教育を行う場合にはその世界史の、えー、と英語とかドイツ語とかで描か,かれている 教材を日本語に翻訳した、まあ、翻訳教科書と言われていますけれども、まあ、そういったものを使ってやっていました。 でいわゆるその、まあ、検定教科書とか、まあ、その日本史の教科書というものは、えー、と存在、えー、としておりませんでちょうど実はこの時代ぐらいに歴史の教科書というものが、えー、と作られ始めているという状況も、えー、とだんだん、えー、と明らかになっておりますので実はこの日本の歴史をの教育をするということ自体も、まあ、非常に、えー、とこの時代、えー、と苦労をしていたということが、えー、わかるわけですね。でそのの上で、まあ、その歴史の 日本の歴史をもうちちょっととゃんと教育しななけければいけないで。しかもその歴史だけじゃなくて倫理教育と一緒に並立して行っていくこと歴史と倫理の教育こそが、えー、まあこれからの日本のエリートあの一高の卒業生たちにとって必要なことなのであるということで、えー、とこの、えー、ちょっと続きを読ませていただきますけれども、えー、倫,理教あ倫理教室に、えー、と行動の装置は倫理教室に行動の装置は必 心身厳正なるを要し歴史教室は高層優美なるを要しまた歴史教育には本邦歴史上に関する絵画ここですね、えー、と歴史教室というものを作ってそこには、えー、と日本の歴史上に関する絵画や肖像画その他に美術品等をも陳列し 持って歴史,の歴史上の感情を、えー、信用するにおいて、えー、起こり起こりて力荒らしめんこと甚だ、えー、寛容なりと言っているように、えーまあ、歴史教室なるものを、えーとまあ、歴史参考室というふうに言ったりもしますけれども、えー、構想いたしまして、えー、とそちらの方に、えー、と置かれるために、えー、と描かれた作品であるということがり かっております資料3の方には木下自身が書いたものではないわけですけれども一行の60年史というものに載っているものでしてここにも書いてありますけれどもその国史の参考資料にするためにこの歴史的な風俗とか事件であるとかそういったものを書いて陳列をしていたのだということが書かれています。 でえっと、次の、えっと、最後の6ページのところにの上を見ていただきます。 とえっと、そのうちで田村将軍並びに漢口の図ですね一番初めにお見せしましたまた戻ってまいりますけれども、えー、坂の上の田村丸と菅原の道真の図というのは常に倫理行動に掲げていたということですね。であの2点に関しては、えっと、学僧でできているんですけれども一行の倫理行動、えー、というところに置かれていて実はこの倫理行動もちろんその本郷の近く にあの一光があったときに、えー、そこに倫理コードがあったわけですけれどもその一光が、えー、と駒場に移ってくるわけですねで駒場が移って移って来ま,ますと、えー、と。 まだ今もそちらの方にあの教室残ってますけれどもあの階段教室がありましてあそこを倫理行動としてえっと使っておりましてあの倫理行動とは読んでなかったと思いますけれどもであちらの方にえっとずっとそのえ坂の上のたる村間と隅川の道真をずっとあの掲示していたというふうにえっと言われておりますで私がこちらの方に来た頃にはえっとなかったんですけれどもえっとまあえしばらくえっとあの まあ幕とかをこうしていたようですけれども何か儀礼があったりするとこう取ってというような当時の記録もえっと残っておりますのでまあこういった教育のためにえこうこのような絵画がえっと作られていたということがえ分かってあのいただけるかと思います。それではちょっとえっともう一つ作品をちょっとご覧になっていただきたいんですけれどもであの実はこれあの これについてはあの明治33年にちょっと遅く購入しましたということでちょっと調べてみたんですけれども、えー、とこの木下浩司が実はあの教台の方に、えー、と最終的に移るんですけれども、えー、と教台に何か資料があるんじゃないかと思ってあの文書館の方にちょっと行ってみましたら、えー、木下浩司の「えっ、ー、と まあお手紙とかそういったものが残っておりまして、えっと、その中に実はこの天草信頼がえっと木下校長に宛てた手紙が残っておりましてでこれが見つかりましたので、えっと、この校長に向けて言っている言葉としては、えっと、こう自分がえっとこのえっと大阪夏の陣の絵画を描いたんだけれども、えー、ちょっと、え。ー 売れなくて手元に残っているので一行、まあ、というかこの当時は明治33年なので校長をやっていませんですけれども木下校長に買取を願っているという、まあ、懇願 をしている、えー、と内容が記されておりました。ですので、ちょっとこれに関してはまた別で、えー、ともしもしかするとその時点でもまあ歴史,歴史参考室があれば、それの中でこういったものも見られていたとは思うんですけれども、まあこういった、えー、ものが、えー、いろいろと分かってきております。それではまたちょっと,、えー、と作品の方にあの戻らせていただきたいと思いますけれども、えー、とちょっと小画面の、えー、数点 ののものがありましてでこれもちょっと経緯の,この異なるものがいくつかありますので、えーとえー、ご紹介させていただきますけれども、えー、とまず日光に関わる、えー、と主題のものが、えーとまあ、当時あの,の記録をちょっと調べてみますと,、えー、とどうやらやっぱりその日光とかあの日本のその名所であったりだとか、えーまあ、その徳川家のの 政権と非常に結びついていてるような日光東照宮そういったものに関してもきちっとこうあの、まあ、考古学的な調査を行ったりだとか、まあ、岡倉天心自体も、えっと、こうツアーツアーというのは変ですけれどもちゃんと調査の、えー、一行で行ったり、えー、のしておりましたりいたしますので、まあ、こういったところからも、まあ、その日光 の、えー、に行くその道々の写生を描いた図ですとか、その日光の祭礼についてえっ、ー、と描いた、えー、と図などもえっ、ー、とこの歴史参考室にお,おそらく置かれるということでえっ、ー、と集められたと思います。ただですねえっ、ー、とこれらに関しましてはちょっとまた時代がえっ、ー、と先ほどのえっ、ー、と慶大の東京美術学校の先生やその学生たちに頼んだものと比較しますとちょっとえっ、ー、と。 時代がが早いものが、えー、と多いももののです。古いものが多いということになりますでちょっと調べてみて非常に面白かったんですけれどもこの上の,その日光の、えー、と参道の、えー、ものを描いたのはどういうものなのかということなんですけれどもこれも、えー、と徳川家が実際に、えー、と日光に、えー、お参りに行く習慣があったわけですけれどもでその時に。 その日光に行く道々を、えっ射精する、ことなんですね。で、その射精をするときに、その画家が、一緒に、え、こう付き添って。 でその記録として書いていくということで、えっ、ー、とちょうどあの今一高のえっ、ー、と展示の方でも出しておりますけれども、えっ、ー、とすごくそのスケッチ風にまあ、写生風に描いている、まあ、記録ですのである程度こう、えー、実際のその風景を再現していくということが重要になりますので、まあ、そういったものをえっ、ー、とまあ加派の画家が書いたものであるということが、えー、分かっております。ただえっ、ー、とこれはその加納派が書いたそのものではなくて、えっ、ー、とその写し で、えー、とあるわけですけれども、まあ、江戸時代のものもでありますでそういったものも、えー、とおそらく、まあ、その木下校長の時代にこういったものも、えーまあ、全然あの経路は違うんですけれども、えー、こう歴史的なものを示す資料として購入されているということが面白いと同時に、まあ、美術史の研究としてもあこのように、えーとまあそのえー、御用絵師である狩野派 の画家が実際に将軍に連れ沿って、えー、行って射精をしたという記録がまあこういうふうに残っているというのは非常にあの重要なえものを示しております。でもう一つえっ、ー、と面白いのはこれもえっ、ー、と、えー、大石真虎という画家ですね。えっ、ー、とこの画家も江戸の末期の画家ですけれどもえっ、ー、とちょっとまあ江戸時代のものもものが混ざっているわけですけれども、えー、朝廷の、えー 儀式を描いたえっ、ー、と長画図という名前がついていますけれども、えー、その、えー、非常にこうあの保存状態のえっ、ー、と良いものになっております。で実はここにいろいろこう記録のところにあの文字が書かれているんですけれども、でこの辺を少し交渉してまいりますと、えっ、ー、とこの 朝廷を描いた絵っていうのが一番きちっとしているというふうに認識されていたようで明治時代の初めに川崎千虎という画家がいるんですけれどもその川崎千虎という画家がこれを持っていたということが分かりました。そのの川崎はこれを当時展覧会に何度も出して、 えっと画像であるというふうに言われていて、で面白いことにこの画像と全く同じのがその当時の歴史の教科書に出てくるんですね。なのであの完全にやはりこういったま歴史の教育をしていくときに非常にふさわしいであろうとえっと思われ思われるような画像をこう集めているということがえっとわかります。でこれも歴史教科書との関係については次のセッションで述べさせていただきますのでちょっと先の方に進ませてください。 でえっと、こちらは、えっと、横山大観の、えー、作品になるわけですけれども、えっと、絵師像紙と呼ばれる、えー、絵巻物があるわけですけれども、えっとまあ、それを、えっと、模写したものになります。で絵詞詞というのは非常にあの重要なあの絵巻物になりまして、えっとまあ、皇室に献上されていますので、えっとまあ、そういったものを、えっとまあ、こう模写する。 えっと、模写事業というものがこの時代、えっと、普及しておりまして、えー、この、えー、岡倉天心や今の東京国立博物館ですけれども、えーまあ、東京美術学校と東京国立博物館の前身、えー、が、まあ、一緒になって、まあ、この時代の、えっと、画家たち東京美術学校に関連のある画家たちに、まあ、非常に重要な作品ですね。 えー、いろいろなお寺の、えーとまあ、正倉院とかもそうですけれども、えー、そういったものの美術品であるとか、まあ、皇室の、えー 貨物であったりだとか、まあ、そういったものをこう、えー、と移して、えー、と所蔵していくというような、えー、取り組みもされております。でおそらくはそういう模写事業の、えー、と一環として大観、まあ、が、えー、起用されて、えー、とこういったものを残しているでそれを、まあ、一行が買い取ったというふうに考えるのが、まあ、非常に自然であるのではないかというふうに、えー、と思われるわけでございます。でえーと 最後のセクションの絵画の中で、えっと、お見せする、えっと、この最後のカテゴリーなんですけどこれが小画面の普通のまあ掛け軸の大きさのものなんですけれども、えっと、こちらはです、ね、ちょっとあの先ほどまでのものと比べますともちろん小型であることもありますしちょっとこう簡,簡素な <laughs> えっと感じもえっとあるんですね。でえっと、これにに、ついては実は実ほとんど一律に ここにえっと全部画家の、えー、誰が書いたかということと一緒に、あと、えー、特徴的なのが福地又一千というふうに書かれておりまして、福地松一という人物がえっとこれの画題をまあ、選んだということが、えー、分かっております。で、この福地松一というあの人物についてはあまりあのこうやっぱりわからないんですけれども、えー、っとちょっと。えー 一番有名なのは、実はその岡倉天心が、えー、この東京美術学校を辞める、まあ、東京すごくその岡倉天心に可愛がられたという人物であって実際に東京美術学校に、えー、と明治27年頃からだと思うんですけれども、えー、と教授として入って、えー、と仕事をしていますので、えー、まあその非常にこう岡倉天心に起用されてま いいいたととうことがわかっているわけけですけれども東京美術学校事件というものがございまして岡倉天心のが辞めることになるんですがその黒幕としてまず名前が上がってくるのがこの福島太一という人物でありますで、まあそういうスキャンダルの方が目立ってしまっていてこの実際その福島太一がどういう活動をしたのかということがあまり明らかでないんですけれども、えー、と実はすごいその日本美術史について抗議をしていたりであるとか。 あとちょっと面白かったのが、えっと歴史の教科書を作っていたんですね。であの歴史の教科書をあのちょっと教科書教科書が全部保存されておりますあの文化庁の博物館の方にあの教育図書館というのがございまして、えっとそちらの方でこの明治この本当に初期の、えー、まあ、えっと検定教科書ができてくるこの明治 23年ぐらいのものを中心に見てまいりましたところこの福島太一というのがこの大学に雇われるようにもはるかに前から歴史の教科書を作っていたということなんですね。でおそらくそういったこともあってこの福島太一がこの一校の,その歴史参考室に展示されるに 非常にふさわしい作品というものを、まあ、選んだのではないかというふうに、えっと、想定、えっと、しております。で、えっと、これも、あの、いろいろな。ええ、画家がおりますけれども。えっと、まあ、その。石本、え、周縁。実は、この、ほとんど。えっと、私に、私といいますか、あの、先行研究でも、ほとんど。えっと、わからない画家が。あの。 いるんですけれどもおそらくは、まあ、あの東京美術学校周辺で活躍した画家なのではないかということとあとまあ明,治あの明治時代の,あの日本美術協会というあの団体が日本画の団体なんですけれども、えっと、そちらの方に時々名前をできる確,認確認できる画家もおりますので、まあ、そういったその日本画を復興していこうとするグループにえっといた画家たち。 えがまあ中心となってこちらのあの小さな画面のものをえっと描かせているというふうにもえっと考えられます。であの右の方からえっと奈良時代のえっと気功師の図ですとか、えっと、まあその奈良時代のえっと大臣であったりだとか、えー、内親王であったりとかですね。えー、こちらになりますと、えー、例えば奈良時代のうねめであったりとか、えー、まあこれはまあ天皇がえっと。えー 着衣する時の、えー、ときの大礼服と呼ばれている、えー、一世一代のときに着るあのもので大礼服着後の図というものになっておりましたり、えー、一番左のものになりますと公、えー、任時代ですね。 大臣の図であったりとか、まあ、このように全てまあその何々時代何々の図というような形のものが結構多いわけですけれども時代とまあそのどういう身分の人たちがどういう風俗をしていたのかというようなものを中心に、えー、まあこう美術作品というよりかはむしろその歴史的な資料としてあの非常に えこう重要になってくるわけですね、まあ、とはいえ実際に例えばこ,のここに書かれておりますような「上代人物の図」といったように、まあ、実際に確認することがなかなか難しいものもあるわけですけれども、まあ、それは想像を して書くしかないわけですけれども、例えばえっとここに書かれているようなえっと小堀友人の豊臣時代武人の図などもえっとあるわけですけれども、この小堀友人はまあ非常にこの武家古実とかあの武家だけではないんですけれども、あのまあ昔のその古実ですね、自分でその鎧を着たりとかっていうふうにも言われている画家ですので、まあその本当にこの微妙なまあこういう蔵里、えー、を履くであるとか、まあその、えー 太刀とかの鞘にはどのようなものを使うとか、まあ、そういった一つ一つのものも交渉されて書かれてたりするものになります。ですのでこの兜とかについてもあの決してこの鎌倉時代の兜を書かないでかな,かなりこう呼吸して、えー、あの研究成果をこういったところに出していたというふうに考えられております。でえっと、これ らも見ていただきますと,、まあえー、と藤原氏時代の冠女、えー、の図であったりとか、えーとまあ、山荘ですね、えー、と修験の荘のようなもの鎌倉時代の、えー、ものであったりとかもう少しこう風俗っぽいものですね、えー、こういったその鎌倉幕府の時代の時に夫人がどのような、えー、と旅ですね旅に行くときにどのようなものを着ていたのかとかあと、まあ、しゃ に乗る時、まあ、下車の図って書いてあるので牛、えー、車を降りるときにはどういうふうに降りていたのかとか、まあ、こういったものになるわけですけれども、えー、と実際にはまあこういったものが集められて先ほど申し上げましたようにこの歴史参考室と倫理行動に置かれていたのだというお話をしました。でえっ、ー、と こちらの,、えー、とその置かれた場所についてちょっと再確認をしておきますけれども、えー、先ほど申し上げましたように、まあ、こういった形で、えー、ここに右側に菅原の道真で左側に坂の上の田村麻呂が置かれて、えー、まあ入寮式をやっていたりするシーンがここに書かれております。で ちょっとここで注目していただきたいんですけれども、えー、実際に、えー、とこの、えー、どこからこういうものを想像して描いたかということなんですけれどももちろんその菅原の道真とか、えー、坂上の田村窓というような人たちというのを、まあ、本当に現実にあの。 えーまあ、交渉して書いていくというのは非常に難しいことなんですけれども、えー、実際には、えー、とそれまで書かれているような、えーまあ、江戸時代の末期ぐらいに書かれた、えーまあ、菊池要塞という画家がいっぱいその肖像画を残しているんですけれども、まあ、そういったものに、えー、とよって書いているというふうに、えー、ということが分かっているんですけれども実はあのそれだけではなくってこれ実は歴史の教科書なんですね。 で歴史の教科書にほとんど同じようなあの構図で、まあ、ちょっと逆転してますけれども、えー、反転させるだけで、まあ、ほとんどこれになるようなものが、えー、出てきているで、まあ、こっちが先かこっちが先かっていうのはほぼ,ほぼ同じあの時代に出てきているんですけれども、まあ、おそらくは、まあ、こういった普及している画像があって まあこの1校がその歴史教育を始めるというふうに言ったときに、まあ、1校の歴史教育というのはあのおそらくその2校とか3校とかほまの小学校の教育とかいろいろなところにこう発展させていくものになると思いますので、えー、まあこういった歴史教育の方としてえこういった画像が集められて編纂されたのがまあこの時期だというふうにあの私は考えているんですけれども、まあ、ほぼ同時期のえとこの歴史の教科書にえまあこういったものが出てくる、えー えっとわけですね。で、ごめんなさい。これがあの先ほどのえのえっと江戸時代末期から活躍の活躍した菊池要塞という画家がえっと書いたものなんですけど、まこういうものをベースにこういったものがえっとどんどんできてえっと来ているわけです。で、これは実は先ほど申し上げました。福知又一が編集したえっと。 教科書でしたでそこにもやはりこういった田村麻呂の図、まあ、ちょっと違うんですけどその弓の,あの持っている感じとかただあの、まあ、主題としては同じようなものが書かれているということが分かります。で実はもうあの教題 でちょっと探していった時にもう一つあの下村勘三からえっと木下校長に宛てたお手紙が出てきまして実は京大に行った後もえっともこの田村丸あごめんなさいえっと菅原道真のえっと絵をえっと作らせようと,えっとしていて緒方月光と呼ばれる画家がいるんですけどその画家にえっと この下村勘山が木下校長に圧っしているというお手紙も出てきておりましてやはりその一校の木下校長がこういった構想を持ってこういうものを作っていたということが分かっております。 ではちょっと歴史の指図をちょっと想像をちょっと見ていきたいと思いますけれども、えっと、これですねやはり先ほど出しましたその朝廷の儀礼の図を書いている、えー、この図というものが、えっと、上の、えっと、歴史の教科書と,、えっと一致することが分かりました。で他にも、えー、例えば、まあ、少し構図の違いはあるんですけれども、えー、後醍醐天皇の御子 が、えーとまあ、敵方が攻めてくるところなんですけれども、えー、この半若寺と呼ばれる奈良のお寺においてこの京箱ですねこの箱が、えー、といくつか置かれていてそのもうこれであもう殺されてしまうかもしれないという時にこの、えー、巫女はえっ、ー、と どのようにしたかというと、あえてその凶箱が空いているものの中に隠れて身を潜めることによって難を逃れたというふうに言われております。で、このようにその天皇とか天皇の御子が非常にこの、えー、こう危険を聞かせて。 えー、この敵方から逃れていくでしかもすごくあの、まあ、たくましい状態で描かれているのはわかると思いますけれども、えーまあ、日本の昔の,その天皇というのはあまりこう表現されることがなかったわけですけれども、まあ、ここに見ていただくように非常にこの肉体的な表現あの筋肉と筋肉質であったりだとかあの顔つきも非常にこう険しいですしあの、まあ、本当に毛とかも見えそうなぐらいにあのリアリスティックに描かれている。 でしかもこのようなその起点を聞かせるような場というのを、えーまあそのえー、教科書を持って、えー、学ばせていく、まあ、倫理とか歴史とかそういったものをきちっとこう伝えていくに非常にふさわしい画像であるというふうにえっと考えられていたというふうに思われるわけです。で他にも教科書の画像を見てみますとやはり同じようなえっと感じでえっといくつか出てきます。 で先ほどの小画面の福地第一、ま、線というふうにあった方ですけれども、えっと、こちらに関しましてもやはり、まあ、なんとなくこうえ似たようなものが、えっと、見つかりました。でこれとかもあの顔だけ見ると、えっと、似ている、えっと、ものは結構ございますし、えっと、これについても、えっと、教科書の方をえっを、と、対応していきますと、えっと、これもちょっと反転している部分もありますけれども、えー、これは楠木正成が、えー、もう 自分の死を覚悟して、まあ、天皇家のために戦うというふうに決めて子どでの摩擦です、ね、にもう永遠の別れを告げる桜井の別れと呼ばれるシーンがあるわけですけれどもそのシーンを描いたものになります。でその摩擦まさにこの小学校の これ教科書なんですけれども小学校の教材として非常に国家のために国何かあった時に天皇方にきちっと忠誠を尽くすというようなそういう広告士官が普及していた時代でございますのでそういうことを考えるとこういった画像というのが教科書の中で普及していたというのは非常に分かりやすい課題になるわけですね。 でこれもえっ、ー、と先ほどえっ、ー、とお見せしました、えー、八幡太郎ですね源義家ですでもこれはま完全にあの、えー、実はこれその前にえっ、ー、と 五三年合戦絵巻という絵巻物があるわけですけれども、まあ、そういうところから取ったんだというふうにえと言われていますが、まあ、えとこういった形でえともうちょっと臨場感を持ってしかもやはりこの先ほど申し上げましたような、まあ、西洋絵画がもう入っている時代でありますので、まあ、非常にこうえとものを写生的にリアリスティックに描いていく表現とともに、まあ、肉体であったりだとかもの,ものの一瞬を捉えるようなものをえと作っていくということになるわけですね。でこれも教科書に えと教科書では御三条天皇となってましたんですけれども、まあ、こういうものがえっと見つかりました。でえっとで 最後になりましたけれども、えっ、ー、とではこの歴史画って何だったんでしょうかということを、えっ、ー、と最後に少しだけ述べさせていただきまして、えっ、ー、とまとめをさせてえっといただきたいと思います。えっ、ー、と歴史画の誕生とあのかなりこの大それたタイトルをつけましたけれども、えっ、ー、と実際にまああの今ご覧になっていただいた作品群が、まあ歴史や倫理の教育のために第一高等あの高等中学ですね、一高によって発注されたという事実はえっ、ー、とご。 確認いただけたかと思います。で、実際にまこういった歴史画という概念が日本になかったわけですけれども、実はこれについては非常に面白いあのことが言われております。であのアーネストフェノロサというあのあれですねあの 東大でもえっ、ー、と哲学を教えていたえっ、ー、とハーバード大学を出たえっ、ー、と人物で美術に対して非常に構造形が深かったと言われている人ですけれどもえっ、ー、とフェノロサがあのこんなことを言っています、えー、日本には歴史がはあるけれどもえー、とそれには、えー、非常にまあ絵巻物のように非常にこう強小なあの小さな画面であってあのこれではみんな見れないではないかと、えー、これは国民にとっては、えー、全くこう不都合な画面である。 でこれでは、えー、と国民が国家の歴史を知って例えばその戦があった時とかに、えー、とその国のためにその犠牲になるようなことは、えー、ないであろうという、まあ、そこまであの強い口調を、まあ、軽減しながらではありますけれども、えー、まさにそのような、えー、と内容のことを、えー、言っております。 のさんの資料がありまして、えっと、ホートンライブラリーという場所なんですけれどもそれがえっと日本語にえっと訳されてあのおりますのであのご興味のある方は見ていただければと思うんですけれども、えっと、歴史課題についいてて述べているんです、ね、でそこでじゃあどういうものが必要かというと、まあ、そんな絵巻物とかそういうものではなくってより大きく、まあ、その例えば宮殿とか、えっと、そういった場所に 大きく飾ってでそこではその絵巻物に出てくるようなその人形みたいなその表情のない人たちを描くだけではいけないとそうではなくって生身の人間がどのようにそのこの瞬間を克服してこの歴史というものを作り上げていくあのまあこう原動力のようなその力であったり感情であったりだとかそういうものがその作品にみなぎっていなければいけないというふうに言っておりまして。 まあ、非常にその、まあ、小さな画面ではいけない。えー、もうちょっとちゃんと、えっ、ー、と。 表情であったりだとか現実性みたいなものを書かなければいけないというところに、えー、が明治20年に入るちょっと前ぐらいの演説でえっと言われておりましたで実はあのちょっと今日あの時間があまりなくって最後の方ちょっとあの資料の4番から6番まであのきちっと見てこれませんでしたけれども、えっと、載せておりますのであの見て頂ければと思うんですけれども、えっと、この井上哲二郎とあの富山正和と呼ばれるこのお二人 2人はえっと東大のえっと帝大ですねあの東京大学旧帝大のま教授をしていた人でまさにこの一考の絵画ができるときにこの2人の哲学者がこの歴史柄についてこう言及をしているんですねでそこでやはりそのフェノロサが言ったようにあのやっぱりこの まあフェノウサが言ったようにとは言ってませんけれども、おそらくはそれがえっ、ー、とあるんだと思うんですけど、えー、大きな画面で、えー、きちっとあの小さくてはいけない大きな画面で、その中にえっ、ー、とちゃんとその思想とか感情が入るような、えー、作品を作り上げていくべきだというようなことを、えー、とこんこんとえっ、ー、と述べております。まあそういったところに、えー、まあこういった絵画のまあその写実性であったりだとか、あ本当にこの円形のこう遠近感であるとか、まあそういう 西洋的な絵画の作品のそれを日本の中でどのように当てはめていくかということに苦心したものであったと考えられるわけです。でこちらも先ほど申し上げましたようにもともと天皇というのは非常にどちらかというとこう女性的な優美なものが好まれた時代でありましたけれども、まあ、こういったようなものになってかなり肉体。 ですね、人間の肉体というものが、えー、描かれていくことになっていくでこちらも、えー、と蒙古襲来のシーンですけれども実はこれは日清戦争の、えー、に勝ったという、えー、と戦勝の記念ですね、えー、勝ったことに対して、えー、と先ほどの、えー、とものよりちょっと遅れて購入をしております。で下村山はそのにに頼まれて、えー、日清戦争に勝った後 まあこう一番初めの外敵との戦いである蒙古襲来に関するものを非常にこの空気遠近法的なものであるとか西洋からの画材絵の具とかを使って表現していく、まあ、この辺りにフェノロサの有歴史的な大きな歴史の構想があったと思われるわけですね。でこちらも やはりあの西行ですけれども、えー、本当に顔だけを見るとあの本当にすごく彫りが深くてあの、まあ、同じ宗教者でも本当にこう宣教師のようなふうに見えてしまったりすることもあるわけですけれども実は、まあ、こういった西洋的なそのもともとこれ橋本画報という画家は西洋画もあの非常によくしていた画家ですので、まあ、そういったスキルもえっと入れながらも、えっと、実はこのシーンというのが「も、えー、ののれ」についてえっと読んでいるあの詩 立沢という場所があるわけですけれどもそのシギ沢ツの、えー、と夕暮れの、えー、情景について「も、えーまあの物のあれ」というその思想的な感情を、まあ、創出する絵画として橋本画報が、えー、この歴史画にふさわしいと思って、まあ、選んだ、えー、とものなのではないかというふうに、えー、と私は解釈を、えー、としているところでございます。